はい、どうもこんにちは。これ多分今年の新春春の春告げ魚桜マス大体最終入荷でと考えた方がいいかな。まあ鮭ないっすね。特にね、今年は時鮭、今から、6月ピークに迎えるはずの時鮭ほんとないっすよ。もう競り場にあってもペラペラ、もうね、これじゃ買えないのがいっぱいあってね、まあ、頭抱えちゃってるんだけど、まあ、こればっかしはね、これね、ロシアのあそこの状態がね、軍艦がいるからね、行けないんですよね、漁師がね。それで行ってて、で、ね、どこでもそれでは偉いことだから、北海道のね、漁師さん大変だと思います。特に今日ね、その北海道の、これはもう本当北海道の川に登ってきた桜マス。つまり公開型のヤマメですね。このいいやつが入りました。これ 3.8 キロ。まあこの辺はもうあの 3.8 キロ一番でかいやつに入れられました。ほぼ4キロに近いですね。まあこれだけのやつを釣ればまあ太鼓棒はまあ大満足でしょう。このオツベですね。ここのやつはね、どうすごいかっていうと、処理がいいんですよ。ここ。まずここ。これね、ここにまずズボッと入ってます。そしてここから血抜き神経抜きやってんですよ。だからこの魚はあのきちんと処理して、お刺身なりいろんなムニエル、カルパッチョ、塩焼きね、何でもできますから、じっくりと今から仕込んでいきたいと思います。この身の厚さなんですよ。すごい、おお、すごいすごいすごい、入っていっちゃう、すごいわ、うん、このそれこの技術によってこうここがパンパン状態なんですよ。これがなんとほんとすごいですね。まあこれはね、感激、あんまり感激してもしょうがないんで、今からどうしようもないので、今から早速さばいていきます。また明日。